皆様新年明けましておめでとうございます令和5年が幕を開けましたこの時間は小泉市長にこの1年の展望について詳しくお話を伺っていきますよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします新年明けましておめでとうございます市民の皆様には希望に満ちた輝かしい新春をお迎えのことと思いますまた平素は小室市政に対しまして ご支援ご協力を賜っておりますことえ厚く御礼を申し上げますそれではここからは小諸市の状況などについて詳しくお話を伺っていきますはじめに新型コロナウイルスの感染拡大から3年余りとなりますが現在の状況はどのような形なんでしょうか、はい 感染が始まりました。当初はですね未知のウイルスということで、国や自治体また皆さんも非常に警戒をしておりました。またウイルスの毒性もですね強かったことから非常に強力な対応を取り非常事態宣言やまん延防止等対策受店措置等が取られ飲食店などの 時短営業なども実施されたところであります。まその後ですね、ウイルスはま変異を繰り返して現在流行しているのは BA5 ということで感染力は強いんですが、ま重症化はしづらいということであります。ま現在国県は社会経済活動を継続しながら。 感染防止に努めてていいいくととう方針を出しているところでありま,すまあこのようなことからですね徐々にではありますがさまざまなイベントや行事も3年ぶりに開催といったものが大変増えてきている状況にあります。まあ、とはいえですね医療体制が逼迫して必要な医療が提供できないということは絶対にあってはなりません。今は確保病床使用率も 高止まりしている状況でありますので感染防止対策はもちろんですが私たち一人一人が医療機関に負荷をかけないような努力をしていくことが必要だといいうふうに思います救える命が救えないということはあってはなりませんので、はい、私たち一人一人の意識が大切とといううこでですねそうですねそまた3年にも及ぶコロナ禍は私たちの生活にとても大きな影響を及ぼしています。 そのような中で、小諸市が変わってきているという声も聞かれるようになりました。私自身も小諸で生活してきて、変わってきているなと肌で感じております。この状況についてはいかがでしょうか。はい、えっ、ー、とですね、まあ、北国街道沿いを中心にですね。まあ、この三年間で、およそ、ええ、三十店舗の、まあ、新規出店がありました。 まあこれは、小諸市がえ進めてきたまちづくりのえまあ施策だけでなくですねえ民間団体のまあおしゃれ田舎プロジェクトの皆さんの取り組みまたコーディネートえーまたえ小諸観光局やえ商工会議所え青年会議所といったえ各種団体また個人えそれぞれの皆さんがえ市を盛り上げるためにですね行っているさまざまな活動の成果が ここへ来て少しずつ身を結んでいるものというふうに考えています、まあ、出店した店舗は非常にあの尖っておりまして、まあ、非常に個性的だということでありますし、まあ、既存の魅力的な店舗と相まってですね小室の魅力を高めているところでありますそうですね、はい、確かに新規出店は多いと感じていますがどうして小室市が選ばれているんですか、はいあのまあ、新規出店された皆様方にですね対、まあえー まあ多くの方々が市外から来られている方が多いんですがいろいろインタビューしてみますとですね先ほど申し上げたようにさまざまな要因で、えーまあ、そういうことがあって小諸においでくださっていると思いますが、まあ、小諸で,です、ね、活動している人々の魅力や温かさまた その熱意っていうものそれから歴史や文化が漂う街の雰囲気などに惹かれて小諸を選んだという声を多く聞いています。 昨年は大手門公園や町種広場でたくさんのイベントが開催されましたね。うん、そういった場で活躍している人活動している人が増えてきているように感じますがいかかがででしょうかそうそすね、まあ、私もですね、えー、町種広場よく、えー、活用していただけているなというふうに思ってます、まあ、あの春から、えー、秋までですね、毎週末には、まあ、何らかしらのイベントが開催されていました。 まあ例えば小諸市のノーライフアンバサダーの武藤千春さんが中心になって開催されたマルシェにおいてはですね市内外のとても多くの方々が関わっていただいて出展もしていただきましたこうした人と人との関わりや結びつきが活動を生み出しまたそこで人を引きつけているように感じますね。 小室は熱い人あの昨年ですね11月1日に、えー、新たに就任された、えー、商工会議所の塩川新会頭もとても熱い人ですし、えー、会議所の青年部また、えー、青年会議所の活動も大変意欲的なまたアイデアあふれる、まあ、非常に良い取り組みを、えー、されているというふうに感じています。またあの武藤さんのような、えー、小室市外からですね えー、来られた方と交流をして、まあ、刺激を受けて、えー、新しいことにチャレンジしている人も、えー、少なくないというふうに思っています。 小さまざまなイベントが増えたりまた活動が活発になってきているということですが小諸を訪れる人が増えたりまた移住者が増えたりといった効果は出ているのででしょううか。そうですね。あのーまあ、来訪者に関してはです、ねまあ、数字として表れているものまた、えー、そうでないものがあると思います。で例えばです、ね、長野県が、えー 県内53箇所の,、えーあのまあ、観光地観光名所で測定している数字で、えー、小室市のです、ね、観測地点は開古、えー、園と、えー、高峰高原になるんですがこれがですね、昨年の春の、えー、大型連休期間中、えーまあ、コ,ロナあコロナ前の、えー、令和元年と比較してですねそれぞれ135.3%また105%というトという 結果が出ています。まあ、県内全体では73.1%、まあ、53箇所中、まあえー、昨年はの。 全国の5栽帳がありましたので、まあ、その関連を除くとですね100%を超えているのは小諸の2箇所を含めて5か所ということですから、まあ、そのうち、まあ、いずれにしても2箇所が小諸であるということを考えるとですねます。またあの市内ではスマートカットエッグまた EV バスを用いた 社会実験を行っておりますので、まあ、先ほど申し上げたようなさまざまなイベントと相まってですね週末の人では大変増えてていいるように感じていますそれからあの、えー、次にですね、まあ、転出者それから転入者、まあ、この数を比較した、えー、人口の社会増減についてもですねここ5年間プラスに転じているんですが特に昨年についてはですね 転入超過、いわゆるまあすなわちです、ね、移住者が大変増加しているということであのまだ数字は正確に出ていないんですが見、えー、すね、100人以上超過になるというふうに小諸から都市部へ人が流れていくことが当たり前でしたけれども状況が変わってきているということなんですね。実際に数ととして見て見みると さまざまな取り組みの効果が出ているのかなというふうに感じますね。はいまあ、新聞報道でも開講園の入園者数が大幅に増えているという記事をお目にしましたがいかがでしょう市民の皆さんも行かれた方あの大変多くの方が行かれているかなと思いますがもろし動物園、えー、昨年の、えーまあ、ゴールデンウィークの時に、えー、リニューアルオープンした効果というのも大変大きいかなというふうに思っています。 ペンギン社は子どもたちにも大変人気ですよね。はい、そうですね。今年はどのような動きがあるのでしょうか。はい、あの注目の動きとして一、えー、つ目はですね、小モ市が誘致したウイスキーの上流場があります。まあこの上流場は今年の春に完成する予定となっておりますが、一、えー、昨年の十二月にはウイスキー業界紙がですね、二千二十二年の世界が注目すべきウイスキーブランドの三つのうちの一つに。 まだ完成していないこの小室の蒸留場を選んでいただきましたまた2024年来年になりますが2024年の2月にワールドウイスキーフォーラムこれがこの蒸留場メイン会場として開催されることが決定してまして今世界中から注目されています、まあ、ウイスキーの製造工程には、まあ、数年間の熟成期間がありますので実際に私たちがですね この小の蒸留所でできるウイスキーを口にするというのはまだ数年先になるかと思いますが、まあ、海外からのお客様も多くが小諸を訪れるということも見込まれていますのでとても楽しみなスポットになるかなというふうに思っていますそれからもう一つですが、えー、伊豆の山公園こちらにパーク PFI、えー、方式でまあ整備されますワイナリーとショップまたレス,トランレストランですね がまあ併設されたサラス小モという施設がオープンします。まあパーク PFI というのは都市公園においてですね飲食店また売店等の収益施設でもあるまあ公園施設の設置または管理を行う民間事業者を公募によって選定するものであります。まあ民間事業者がですね設置する施設から得られる収益を公園整備に還元することを条件に都市公園法の 特例措置がインセンティブとして、まあ、適用されることが特徴で、えー、県内では初めての、えー、施設になります。飯、ま、綱、あ、山公園はです、ね、これまでも美術館また動物愛護施設といった施設があるほか大変ロケーションが良くて、えー、遊歩道なども整備されていることまた市外からのアクセスも大変いい立地条件にあります。こ、まあ、ここにに、ね、新たな遊客施設があー完成することによってです、ね、市内外からの 多くのお客様が訪れるスポットになるものと期待していますので、えー、皆さんもぜひですね足を運んでみていただきたいと思います。またあの市の事業としましては、小、え、室、ー、ワイン50周年記念事業というものを計画しています。まあ、昨年ですね日本ワインコンクールこちらで金賞6つを獲得して大きな話題となりました、えー、マンズワイン、えー、さんこちらがですね小室のうちで、えー、ワイン ワイナリーをですね。開設してま50周年を迎えられます。まあ、今では日本のみならずですね。世界からも注目されるワインの名城地でとなったま小諸ですが、マンズワイン様の先見の明やまたあの努力によって築かれたと言っても過言ではないと思っています。まあ、そこで50周年にちなんでですねえ、様々な事業やイベントを計画してまいりたいという風うに考えているところであります。それは大変楽しみですね。はい 今年も小諸市が暑い1年になりそうですね。はい、ぜひ私も足を運んでみたいと思います。それでは最後に市民の皆様に向けて一言お願いいたします。はい。えー、日も早い新型コロナウイルスの感染症この収束を願いつつですね、本年にと本年皆様にとって、えー、健やかで。 また希望に満ちた実り大きい年になることをご記念申し上げます小室市は先ほど来お話をしています通りですね近隣市町村からはもちろん県内でも非常に注目される勢いが今ついているところでありますこの勢いをさらに加速また続けていくためにも私たちも全力で取り組んでまいりたいというふうに考えていますどうか市民の皆様におかれましては 小室市政に対して引き続きご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げまして新年のご挨拶としたいと思いますよろししくお願いいたします。